ブシェニ県と2001年から2005年の県境、ブシェニ県は、ウガンダ南西部、アンコーレ王国北西部の県。1974年に西アンコーレ県として、設置され、1979年に、ブシェニ県に改名され、1994年に南部が、ムバララ県南西部と共に、ントゥンガモ県に分割された。北西に、ブニルクル郡北東に、 ブフェジュ軍、中部に、イガラ軍、南西に、ルヒンダ軍、南東に、シェマ軍の5つの軍に、ブニャルグル軍に4、ブフェジュ軍に4、ブジェニーシャカ TC を含めイガラ軍に7、ルヒンダ軍に7、カブーヘイテンデロ TC を含めシェマ軍に7の計29副軍と1 7十教区と2034の村が、置かれている。2002年の国勢調査人口は73万1392人。 知事に相当する、第5地域議会議長は、カリエジャブノン。ブニャルグル軍の北西部は、エドワードことカジンガ水路に臨み、クイーンエリザベス国立公園に、その南東がカリンズ保護林、その東がカショハキトミ保護林に指定されている。東にイバンダ県、北東に、トロ王国のカムウエンゲ県、北西にカセセ県、西にキゲジのルクンギリ県と接する。 カセセカラントゥンガモに至る感染道が南北に走る。ありがとうございます。